日本で人気なスタイリッシュってことぜ日本で私頭が大きいから本当に日本人みたいなんじゃないですかって1,2,3,4,5,6,7,8 待ちました映画あ、にゃせよにゃせよあ、にゃせよにゃせよコキコプリみたいにゃせよ勝ちせーのはせーの、ありがとうございます。呼吸コプリ見た。今日は何？すいません。カットしたいから来ました。あ、そうなんですか。はいはいはい。ビデオ撮ってもいいですか？あ、いいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちでカットします。あ、こっち。はい。わかりました。いいですか？どんな感じに日本で人気なスタイル師ってことぜ日本で人気なスタイル日本で人気なスタイル、はい、前はじゃあここが2ブロックだったんですね、はい、後ろはしてない後ろしました後ろもした、はい、日本で人気なスタイルならば大丈夫ですこっちは 何が目的は 目的は何で彼女が日本人ですからあ、そうなの、はい、すごいね何で知り合うの去年うん、2年前はい、2年前そうなんだ会いましたすごいでもまだ日本語ができませんから、うん、いやもう十分だよはいはい染めたりはしないのそれこそ染めたり何ですかカラーあカラーもしするとどんなカラーがおすすめですか私カラーどうだろうねアジア人はねあめっちゃ明るくあめっちゃ明るくでも私頭が大きいから、うん、明るくなるもっと思うだけもっとはいの女が好き私彼女だけ人生は彼女だけ本当こんなスタイルするならばめっちゃかっこいいになりますか、うん、顔がかっこいいやつだね大きいから顔がなんかもうあれみたいなねあのビッグバンの、 あの VI みたいなこんな話よく聞きましたよく日本語とか雰囲気が彼女と似てますと聞きました誰が好きなの？ その歌手とか好きな人いる？日本で私が一番好きな歌手は安全地帯です。あ玉置浩二すげえ。そして彼女も二人カラオケに行くと、うん、テレサテンテレサテン、うん、はい、彼女もそんな歌だけ嘘それでプロライト横浜私お父さんすげえなそんな人いないよお寿司屋さん結構あるのあります日本の店がめっちゃありますよ名前とかがこんにちはえ何やお店の名前が名前がお元気ですかですけどおでん店ならばお元気ですか雪の花雪の花雪の花ごちそうさまそんなが名前そうなんだ、はい、すごいめっちゃ多いよおお、めっちゃかっこいい一回じゃあシャンプーしましょうはいありがとうございます動画でおおああ温かい温かいびっくりしましたびっくりしましたびっくりしましたありがとうございますはいありがとうございますなんかインスタで見てるかな何だかオレンジ匂いが、ね、うん、いい匂いですよね、はい、だからあんまり日本語暑くなるといいですよ本当ですか飲みますときすごくいいですよ、はい、そうなんだ韓国の料理なんか辛いイメージがあります、はいはい、なんかキムチ専用の冷蔵庫があったりするんですよね日本はラッキョだけの冷蔵庫ないですか
ないですか。私頭が大きいから元の他の人よりしましたか。大丈夫ですよ。虹がちょっともったいないです。起こします。ありがとうございます。何歳ですか。何歳ですか。5歳。5歳。6歳と考えました。あ、本当ですか。はい、大きいって言われるよね。あ、なんか、向こうで流行ってるスタイルは何だろう。トゥーブロックが…ツーブロックして、ここは、はい、若い人たちは長いし、ここまで。あ、日本で人気のスタイルを知ってください。 OK。 ワックスつけます。はい。なんか、クロージョみたいです。本当に日本人みたいじゃないですか、私。わあ、ありがとうございます。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 うん。はい。ありがとうございます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 。はい。私頭が青手が。はい。長男に聞いて。日本人も聞いて。なんか、韓国人もいて。やばい。日本みたいにとってはラフな感じで、崩し目な感じが初めて見た。これ同じツーブロックでもいいよ。こんなに雰囲気が違うの。今までね、今まで何やろうと思う。